いよいよこの町ともお別れですね。町長さんがお別れの会をやってくれるそうよ。私はね、ウィンキーの人たちのことを一生忘れないぞ。この体を元通りにしてくれた大恩人だからね。ほんと、ほとんど元通りですね。いや、この通り動きは全く変わらないよ。ドロシーさん、よかったですね。この国の人たちは本当に喜んでました。ええ、あの悪い魔女がいなくなってしまって、みんな自由な身になったからだわ。それまではあの山の上の城を作らされていたんだよ。魔女が死んだら、その城が自然に崩れてしまったそうですね。魔法の鏡も粉々になっちゃって。まったく不思議ですね。ん？あら？ポトどうしたの？あら、素敵な帽子じゃない。魔女の持っていた帽子らしいですね。かぶってみてください。ドロシーさんなら似合いますよ。あ、ぴったりだわ。あ、かわいい。とてもお似合いだ。知らないけど、僕にも見えないよ。だからおかしいって言ってんだよ。はい、かわいい。あの、もし、ん？あ？あ？ちょっと聞くけど、あの山の上にはお城があったんじゃないのかい？ああ、その通りさ。しかし、ちょっと前に崩れてしまったんだ。崩れた！うわあ！どうして？俺たちを奴隷にしていたあの魔女が溶けちまったら、あの城も崩れちゃったのさ。溶けた？あの西の魔女が？そうよ、ドロシーさんがやっつけてくれたんだ、うん、おかげで俺たちはこうして家に帰って、また畑仕事がやれることになったのさ。それじゃあな。信じられない、あの西の国の魔女が死んじまったとは。骨折り損のくたびれ儲けって言うんだろ、こういうの。おだだり！ああ、そんなに怒鳴ったって死んだ魔女には会えないさ。ドロシーって女の子が溶かしちゃったんだからね。ドロシー？そうだ、ひょっとしてドロシーっていうのも魔女じゃないかね。そうね、魔女だとしても悪い魔女ではないな。奴隷になってた人たちを助けたんだからね。東の魔女も西の魔女も死んじまって、あとは北と南の魔女だけになったんだろ。そして二人ともおばあさんの苦手ないい魔女たちさ。はっ、いい魔女は私に魔法を教えちゃくれないだけさ。それじゃあもう見習い魔法使いのモンビばあさんはとうとう本物の魔法使いになることができなくなったってわけだね。生意気な口聞くんじゃないよ。もう今度という今度はお仕置きだよ。お仕置きお待ちしてよ。お待ち。おばあさん大丈夫かい？どうも。あの、ドロシーって子はどこにいるんだい？あ、ドロシーさんね。あんたはドロシーさんのお知り合いかい？いや、まあそんなとこですわ。あの方はお仲間とあの館にお泊まりになっているよ。お仲間と？ああ、カカシさんやブリキのキコリさんやライオンさんと一緒だ。おばあさんは知らないのかい？
いやいや、もちろん知ってますよ。とても有名だから。まあ、何か相談でもあるんだったら今日中に会っといた方がいいよ。明日はお立ちになるそうだから。はいはい、ありがとう。それじゃ。どうも変な人間たちと一緒のようだね。会ってみる？モンビバーさんは何でもいいから魔法を教わりたいんだろ。そういうヘンテコな人間なら魔法の一つや二つも知ってんじゃないの。でも教えてくれるかね。あ、そうだ。どうしたのさ。いいから私と一緒に来るんだよ。え、うん、いいかい、これから館の中に入って中の様子をよく頭に叩き込むからね。さあ、魔女の使っていた部屋を探すんだよ。そんなことしないで誰かに聞けばいいじゃないの。顔を見覚えられたくないんだよ。うわあ、あ、びっくりしたな、もう。あ、大丈夫ですか？おけがは？なに、大したことは。なるほど、カカシだ。はい、カカシです。生きてるカカシっているんだな。はい、その通りです。ところで、お二人は何をしているんですか？いえね、あの有名な魔女の部屋はどこだろうかと思ってね。あ、それだったら、あそこの突き当たりの部屋がそうです。今はドロシーさんが寝てる部屋ですけどね。いやー、感激。はるばる遠くから見に来た甲斐がありました。これで帰ったら村の連中に自慢できるなあ。はあ、そりゃよかったですね。では、今晩あの部屋へ忍び込むよ。何しに？魔女が持っていた素敵な帽子があの部屋にあるはずさ。それをいただくのよ。帽子を盗んでどうすんの？その帽子を手に入れると私はあのオズ大王にも負けない魔法が使えるようになるよ、きっと。へえ。あら、やだわ。ずっとこの帽子をかぶり続けていたわ。あんまり軽いんでかぶってること忘れてたわ。あら、何か書いてある。この帽子の持ち主は空飛ぶ猿の主人なり。空飛ぶ猿を呼び出すには次のごとくすべし。わあ、あの乱暴な猿たちを家来にすることのできる帽子だったんだわ。まずこれを頭にかぶり、帽子の内側の文字を読みながら右足で立ち、えっぺーかっぺーくっぺっぺ。おかしな呪文。そして左足で立って、ひろーぽろーへろーと唱うべしか。最後に両足を揃えて、ちちーざちーちっくー。猿たちよ、ドロシーさん。お、何をしているんですか、ドロシーさん。大変な発見をしたわ。あ、何ですか。この帽子でね、ほら、空飛ぶ猿を呼び出せるのよ。え、空飛ぶ猿？あの乱暴な猿ども。うん、呪文がほら、ここに書いてあるの。今すぐ呼び出してみましょうか。あ、やめてください、ドロシーさん。やめて。私はあいつらにバラバラにされたんだ。でも、あの猿たちはこの帽子の持ち主の言うことを聞くのよ。ますます嫌な奴らですね。まったくだ。そう、じゃあこんな帽子捨てちゃうわ。ああ、それはもったいないですよ。ドロシーさんによく似合っているのに。ええ、そうですとも。あんな猿どもを呼ばなければいいんです。それじゃあ捨てるのはやめるわ。
これでよしと。では私のとっておきの魔法の一つを試してみるか。あ、ほら何するんじゃ。おっと、邪魔すんじゃないよ。どれ。忍び込むつもりだな。猫じゃないか。そうらしいですね。なるんでしょ。どいてください。あ、あら。さん。ああ猫になったのが失敗だったらしい。
どうしたの？泥棒です。この猫が帽子を盗もうとしたんです。猫が帽子を？どうしてかしら。さあ、それは猫じゃありません。え？は？それどういうこと？それはモンビバーさんだよ。モンビバーさんってあなたは誰なの？僕はチップって言うんだ。ああ、昼間会った人ですね。そうです。どうして猫になったのかしら。変身したんです、薬を使って。じゃあ魔法使いなのね。モンビバーさんが魔法使いだなんてとんでもない。できるのは薬を飲んで変身するぐらいさ。それでどうしてこの帽子なんか盗みに入ったんだい？その帽子を持てばオズ大王よりもすごい魔法使いになれるって言ってたよ。それで君たち二人はどこからやってきたんです？北のジリキンからやってきたんだ。モンビバーさんが西の魔女から魔法を一つ教えてもらうことになってたらしいけど、それが魔女が死んじゃったんで、その帽子を。うん、盗むつもりだったのかい？そうなの。だからいい人じゃないよ。僕も嫌だなって思うこともあるんだ。でも捨てられてた赤ん坊の僕を13年間育ててくれたんだ。そう、優しいところもあるのね。とんでもない。帽子を盗もうとした悪いやつですよ。そうです、追い出すしかないじゃないですか。やっつけてもいいですよ、僕が。あ、それだけはやめてください。おばあさんはしばらくは人間に戻らないと思うから、その間に僕が家に連れて帰ります。どのくらいかかるの？あ、こっから10日ほど歩いて行ったところです。その間に魔法から覚めたら大変ね。うん、そうだ。ねえチップ、今すぐに家に帰れる方法があるわ。え？今すぐに？そう、この帽子の力を借りるのよ。あのサルどもを呼ぶんですか？ちょっと待っててね。あら。まず片足で立って。くっぺっぺひろーほろーへろーじっちーざっちーじっくー猿たちよ飛んでこーい。あー、ドロシーさん、いつの間にか呪文を覚えてしまった。何が始まるんだい？まあ見てらっしゃい。俺たちを呼んだのはあんただね。そうよ。はじめに断っておくけど、俺たちは3度しかあんたの命令は聞かないよ。わかったね。え、わかったわ。それじゃ第1回目の命令は何だい？この子と猫を北の国のこの子の家まで送り届けてちょうだい。お安い御用だ。朝早くから呼んだにしては物足りない仕事だな。俺たちもっとすごいことできるぜ。今日はいいわ。じゃあお願いするわ。チップ、モンビバーさんをしっかり抱いてるのよ。うん。気をつけてくださいよ。そいつらは乱暴な奴らですから。え？おめえたち、無事だったんだな。そうさ、修理したんだ。悪かったよ。俺たちは主人次第なんでに。それ仕事だわ。それじゃあチップ、さようなら。さようなら、ドロシーさん。君とはまた会えそうな気がするよ。さあ乗れ。はい。じゃあ元気でね、チップ。うん。さよなら、ドロシーさん。さよなら、チップ。さよなら。
てしまった。あらあら、あなたたちったら本当に臆病なのね。はい、私は臆病です。何しろ手ひどくやられたもので。さあ、明日はいよいよエメラルドの都に出発ね。いよいよ私も脳みそがもらえます。私は心臓、僕は勇気をオズダイオーからいただくぞ。あは、私はやっとカルタスに帰れるんだわ。次回、新しい王様、お楽しみにね。